1855年のオーストリア帝国民族分布図オーストリア帝国は1804年の成立から1867年のオーストリアハンガリー帝国への改組までオーストリアのハプスブルクロートリンゲン系がオーストリア皇帝として支配した多民族国家。前身のオーストリア大公国やボヘミア王国、ハンガリー王国などの同君連合国家村だった。 時代とオーストリア帝国、オーストリアハンガリー帝国の時代とを合わせてハプスブルク帝国と総称される。厳密には第一次世界大戦敗戦までオーストリア帝国は存続しているが、本記事ではアウスグライヒまでを扱う。17世紀初頭から続いた30年戦争を経て、 成立したベストファーレン体制を端緒とし、さらに18世紀のオーストリア継承戦争や7年戦争などによる、生体としての神聖ローマ帝国の境外化は、誰の目にも明らかであった。さらに、フランス革命を受けたナポレオン帝国の出現で、中世以来の神聖ローマ帝国は、明日ともに消滅した。ハプスブルク家は、事実上の国家を形成していた中東王に広がる。 オーストリア大公国を中核とする支配領域を持ってオーストリア帝国を形成、提出の勢力圏を再編成した。1822年、帝国は帝国郵便のタクシス家にボヘミアの国家領ホティシャウを108万9200グルデンで売却した。オーストリア帝国の時代の前半はナポレオン戦争とその後のメッテルニヒ時代であり、 後半は1848年、諸国民の春による、ウィーン体制崩壊後のフランツヨーゼ不一生時代、前半である。この時代はまた、ドイツ近代国家の模索期で、オーストリア皇帝をいただく大ドイツ主義家、プロイセン王をいただく小ドイツ主義家で揺れ動いていた。広大な非ドイツ人地域の分離が前提となっている、大ドイツ主義はオーストリアには、迷惑千万であり、さりとて、 自らが統一ドイツから除外されてしまう。小ドイツ主義も、論外、非ドイツ人地域も包含した中央帝国構想は、時代遅れというトリレンマ状態にあった。1866年の広島戦争に、オーストリアは完敗して大ドイツ主義も、中央帝国構想も、挫折、最終的にオーストリアは統一ドイツから除外される。また1848年革命に代表される。 非ドイツ民族の不満を収集するため、ドイツ民族に次ぐ大勢力であったハンガリー系に大幅な情報を認め、1867年にオーストリア・ハンガリー帝国が発足した。なお、二重帝国の成立後もオーストリア帝国は第一次世界大戦に敗戦するまで存続している。オーストリア・ハンガリー帝国とは、オーストリア帝国とアウスグライヒによって、 オーストリア帝国から形式的に独立したハンガリー王国とによる同君連合の総称である。すなわち、アウスグライヒーゴもハンガリー王国以外の領域は、引き続き、オーストリア帝国であった。以後の歴史は、オーストリア・ハンガリー帝国略年表を参照。加藤正彦、図説、ハプスブルク帝国、川で処防新社1995年、岩崎周一。 ハプスブルク家講談社現代新書2019年。ありがとうございます。